ということは、じゃあとりあえずこの少年の未来を、未来じゃない過去か、変えていこう。巻き戻す。じゃあまあしょうがないけど、このワンちゃんと遊ぶしかないのか。もうやるせないっていうか、あとムービーが長いよ。飛ばせないかな。はい、というわけで、はい、というわけで紐を取りに行きました。この紐貸していただけないかしら。ああ、いいよ、別にいいよ。よし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 。でもこれでさ、紐をつけたところで子供はどうすんの今度。そんな長かったっけ。ゴム製かな。まあとりあえずさあどうなる。変わってるな。問題では未来的なものですよ。どうなるんだ。変わってんのかな。お？おおおおお。消えた消えた。よし。もう大丈夫。なんだけどな。いやもう後ろに車椅子あるじゃん。もう、なんでだ。腹も立ちますよ。何回やらせんねん。
覚えてる。な、何があったの今度はさ、もう。はあ。いやいや、もう、めっちゃキレてるじゃないか。そりゃそうだろう。もう一回。何度でも何度でも。あ、車潰れてるしな。あ、やっぱり赤さん、赤ちゃんをリュウちゃんしちゃったんだろうな、ここでな。ん？プレゼントを渡してるな。元気出してって。こっちはいけねえか。おお、ええ。画材セットなんだ。絵を描くならいいところがあるぞと。あー、彼女に絵を描くように進め始めたのは主人公だったのね。少しでも気が紛れればと。で、ようやく彼女の気持ちが明るくなってきて、彼女にまたもう一人の命が誕生した矢先に、どんだけ主人公不幸に陥らなきゃいけないの？何なの？あまりにもひどすぎるだろう。もう。じゃあもう一度。救いに行こう。彼女を救うんだ。ん？何の音？祖父かお父さんかか、もう完璧なハンター一家だなこれ。持ってった。
もうこれが原因なのか。ほんの些細なことがなんでそう全部こうひっくるめて。本当はただの平穏な毎日の1ページだったはずなのに。なあ、メール。街中でおよしなさい。この子と遊んであげれば。あ、見つけた。ああ、もう本当にもう。犬を呼ぶ？あ、呼べないのね。いや、もうこれまたなんか引っかかってくるんじゃん。犬ダメじゃん。あ、鳥こっちにいんの？こっちか。なんかある？特にないね。あー、もうこれ嫌な予感しかしないよ、これ。あー、もう、もう絶対もうこれ。いや、置かないんですけど。なるほど、こっちから回るのか。あ、取っとこ。これは開けといて。ちょこちょこカットしていこう。絶対もうたどり着く場所も分かりきってんだもんよ。もう回避できないから腹立つな。
ああ